手を使って動物を表現、動物百科事典の CM。 今はインターネットで得たい情報はすぐに手に入れることができますが、一昔前は何か調べるときには辞典が頼りでした。国語辞典、漢和辞典、英和辞典などは必需品でした。その中でも百科辞典は辞典の王様。昭和40年代から50年代にはリビングや応接間には百科辞典と文学全集が鎮座していました。1987年、昭和62年に百科辞典の出版で有名な出版社の株式会社平凡社が動物大百科辞典の CM を作成しました。出版不況と言われた中、動物を手で表現する海外の人がいるというアイデアをもとに、ただ売りたい一心で作成された作品でしたが、この作品はカンヌ国際映画祭のグランプリを受賞しました。受賞にはスタッフも驚きだったようです。それでは1987年、昭和62年、株式会社平凡社の動物大百科辞典、CM をどうぞ。生態が手に取るように分かります。野生動物からペットまで全てを網羅した全20巻、平凡社動物大百科第1巻、今日発売です。僕も見たいなー。ほー。